日本語コンテッペイ日本語コンテッペイ,ッペイ子どもと一緒に宇宙から言ってます日本語コンテッペイの時間ですねみなさん元気ですかえー、今日は「日本語コンテッペイ Z600 回おめでとう」はいえー、600回ですねまああのー、特にあのー まあこの数字を目標にしているわけではないのでいつも言うようにですね数字を目標にしているわけではないのでまあ特にあのまああのやった600回だとは思わないんですがまあ結果としてですねあの600回になりましたからまあ一つの節目ということでまあそれは例えば 誕生日ののようなものであの僕は今42歳だし43歳44歳45歳、まあ、特にそのまあ正直言えば、まあ、意味みたいなものはないんですがでも一応あの誕生日おめでとうありがとうみたいなことをやるでしょう。だから「えー、日本語コンテッペ Z600 回おめでとうございますそしてありがとうございます」。 あのいつものようにねあのルーティーンとして習慣としてこれからも続けていきたいと思うので皆さんこれからもよろしくお願いしますそして、まあ、いつものように、まあ、あの節目ですからねちょっと言わせていただければ、えー、もし皆さんがこのチャンネルをこのポッドキャストを楽しんでくれているとすれば1ヶ月5ドル10ドル15ドル20ドル あの自由に選んで、えー、パトリオンやコフィーで、えー、マンスリーサポートをできればよろしくお願いしますもしマンスリーができない、えー、もしくはあのちょっといろいろな理由からちょっとあの今はしませんという人はあの1回だけでも大丈夫ですねその場合は c、ね、o f i c o f i c o ドットコ m で、えー、1回だけのドネーションもできるしまあ例えば パトリオンでちょっとだけ払ってすぐに辞めるとかそういう方法もありますからねよろしくお願いします皆さんのサポートのおかげでこれからも日本語コンデペイ」は続いていきますまあえー、アナウンスメントはこの辺で今日はですねあのー、ちょっとテレビを見ていたらあのこういう 芸人が出てました芸人と言いますねコメディアン、えー、そのコメディアンは栃木県出身であのー、まあ2人組なんですけどね2人のえー、まあ漫才なのかなちょっと僕はあまり、あのー、芸人に詳しくないですねあんまりこう見ないからわからないですけどまあ彼らは栃木県出身で 栃木の仕事をたくさんしていると結構そういうローカル芸人みたいな人が多くて、まあ、あの僕の出身でもいますね大分県出身の人で大分のローカルテレビにローカル番組にいつも出ている人でそういう人たちにとってはあのローカルは本当に大切なんですよね、まあ、東京ほどコンペティションは強くないし、えー、まああの。 まあ、ゆっくりとした生活ができるっていうこともあって、まあ、あの結構ローカルを中心に活躍している人が多い大阪とか多いですよね大阪だけではとても有名だけどあの東京ではあまり知られてない人とかたくさんいますねでそういう人があの、まあ、その栃木の人が言ってたのはあの栃,木栃木の人たちは僕にとって大事な人たちですからみたいな。 まあなぜかというとやっぱりこの、まあ、栃木での仕事栃木県での仕事が多いからあの栃木県のファンたちですねあの見てくれている人たちにあの、まあ、応援してもらわないといけない。でそれを聞いた時に僕はちょっと考えたんですね。えじゃあ僕はどこえ、ね 日本語コンテッペのファンたちはどこにいるの、リスナーたちはどこにいるの。そして、ポテンシャルなリスナーたちはどこにいると思ったら。まあ、世界なんですよね。世界なんですよ。やっぱこれはすごいことですよね。例えばね、ユーチューバーといえども、ほとんどのユーチューバーはローカルなんですよね。まあ、英語の場合は結構グローバルな。 言語ですから英語とかスペイン語とかは結構あのインターナショナルなファンがいるんですけどそれでもねコンテンツとしてはですよコンテンツとしてはあの例えばアメリカの YouTuber はやっぱりアメリカでで人気があったりすするんですよねイギリスじゃなくてねオーストラリアじゃなくてその理由は言語だけじゃなくてやっぱりコンテンツの壁みたいなものがありますよね。 コンテンツがやっぱりそうちょっとローカルにフォーカスされてるしまあお笑いとか特にそのコメディのスタイルもイギリスとアメリカは全然違うからやっぱりイギリスのコメディはイギリスで人気になるしアメリカのコメディはアメリカで人気になるしまああのいろいろなスタイルが違いますからね言語は同じだとしてもあの、まあ、違う文化がありますからね。スペインとメキシコも全然違うでしょ だだからやっぱりあの言語だけではないもで,、ね、でも日本語というすごくローカルな言語を使っているにもかかわらず世界中の人が聞いているまあその理由はもちろん言語学習のためというふうに一応なっているのでまあ世界中の人が聞いてくれている。 でも、ね、本当に世界中の人聞いているまあいつも言うように一番大きい、えー、そのセグメントはアメリカで次はブラジルかなフィリピンかなまあそういう国があってまあイギリスとかフランスとか、えー、ドイツとか、ね、ベトナムあの最近はタイとかインドネシアも多い。でそういう国が続くんですけど。 そして大事なのは僕が言ってるのはこれスポティファイのアナリティクスですからスポティファイには中国や韓国がないんですよね。世界で一番大きいあの日本語学習者のを持っている国は中国や韓国なんでまあそこはすごく大きいあのポテンシャルなポテンシャルのある国々ですよね。だから日本語コンンテのためには そういう国たちでもっと人気が出るといいですけどまあまあまあ、まあまあ、とにかく僕は主に僕は本当に面白いポジションにいるというか面白いことをやっていると、えー、600回になってまた振り返ればそう感じることができますこんなに面白いことをしているあの人はたくさんはいないんですよ、ね、世界中の人に 向かって、えー、話している毎日毎日そしてフィードバックがあったり応援があったりサポートがあったり面白い世界だなと思いますね多分ポッドキャストがなければこういう出会いはなかったし、えー、僕はこういうことをしてすることもなかっただろう本当にあの感謝しますねポッドキャストというこのメディアこのフォーマットこれに感謝しながら今日は終わりたいと思います 600回ありがとう。そしてこれからもよろしくお願いしま,ます。それでは、チャオチャオ。明日の動画またねまたね。またねまたね